集落の入り口に飾られた辻切りの締め縄調子市小浜町の辻切りの締め縄の飾り。タコやサイコロなどが釣られている。のべ座三座のべ座三座の縄にくくりつけられている寄付だ。祈願文と同漫生漫が記されている。道切りとは村の出入り口にあたる道や辻で行われる民族習慣の一つ。辻切りとも称される。日本の村落においては 村と山の境界にあたるのら、あるいは村と村の境には、古くから、間や薬病を流行らせる神などが出入りすると考えられ、出入り口にあたる道には間を防いだり、追い払うために道祖神が祀られたり、締め縄を張ったり、草履やわらじが備えるなどの道切り行事が行われていた。関西地方では、近畿地方を中心として、 村坂や辻、自社の境内などに締め縄を渡す環状縄という行事が多く行われている。また、比較的都市化の進んだ千葉県北西部地域を含む千葉県各地で名称は様々だが道切りに相当する行事が現在も行われている。形態もムカデや蛇や竜の形をした綱を境界の木に据え付けるもの、同様の綱を道に張り渡すもの、 人形や、魚介類を模したものや草履などを吊り下げるもの、鹿島人形や、お札を立てるものなど、多様性に満ちている。なお、この行事の行われる時期については、地域によって異なるが、定期的に行われるか、時により、臨時に行われることがある。西村康郎、感情名は個性豊かな村境の魔よけサンライズ、出版2013年星名荒野、行天、 千葉県各地に10メートル級大蛇が出現中。奇襲、辻斬りを知ってますか日本気象協会。2017年7月23日閲覧。文化財高の大辻斬り。市川市教育委員会生涯学習部高校博物館、高校博物館文化財グループ。2017年7月23日閲覧。中野木の辻斬り。 船橋市教育委員会文化課。2017年7月23日閲覧。下宇佐地方の道切り。千葉県立暴走の村。2017年7月23日閲覧。上佐地方の道切り。千葉県立暴走の村。2017年7月23日閲覧。安房地方の道切り。千葉県立暴走の村。 2017年7月23日閲覧。災い来るな。境をめぐる年中行事。千葉県立暴走の村。公益財団法人千葉県教育振興財団。2017年7月23日閲覧。ありがとうございます。